はいどうもツボです。ガチャライフ中身はこちら、婚約指輪ミニ婚姻届け付き。続いてラインナップ、婚約指輪、ヤング婚約指輪、婚約指輪、トップ婚約指輪、トリプル婚約指輪。以上全5種300円です。いや、シャレが効いてんなヤング婚約指輪やばいね、怪我するぞこれ。婚約指輪に関してはもう結婚どっか行っちゃってんじゃん、もう関係なくなっちゃったよ。そしてこのポップ婚約指輪、いいね、これ可愛いな。で、肝心の中身はというとこちら、うおー、まさかのポップ婚約指輪。いや、言ってた矢先出たよ。えい、まずこのポップコーンの再現率高くね。このね、焦げ目なんかすごいリアルだし、いやマジでちょっと美味しそうだもんなじゃあね、実際につけてみますか。リング開いて、よいしょ、やばくないこれ結婚してくださいつってこんなん渡されたら速攻振るよね、ふざけてんのかつって。で、説明書のこの裏には婚姻届け、まあ、こんな感じで本物の婚姻届みたいになってるね。実際こうなのかは知らないけど、出会いとか書く欄あるの？相手の好きなところとかさ、これ書いて役所に提出したところで何なんだよって話だよね知らねえよっていう出会い、2022年5月1日、場所は映画館にて、隣の席でキャラメルポップコーンを食べていた見ず知らずの女性、あまりにも美味しそうに食べていたため食欲をそそられ、一口くださいとお願いしたところ、あーんしてくれた。そんな甘い出会い、お相手の好きなところ、ポップコーン婚約指輪を渡してくるぐらいシャレが効いてるところって書くのか、恥ずかしいわお前いやでもこれ全種類指につけたいな まあまた機会があったら回したいね。はい、ということで今回は婚約指輪ガチャでした。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。